シェンプリベータシアです。今日の動画では日本のことわざで猫にまつわることわざをことわざの本で見つけたから、ちょっとみんなと一緒に読んでみて意味を理解したいと思います。残念ながら本物の猫がいなかった。探したけどいなかった。ことわざの本を見てたらいろいろ面白いのがあって、で猫のことわざがあったので、まず猫に鰹節、まあ、つまり好きなものを近くに置くとそれが危険だっていうこと、まあ、要は猫が鰹節が好きっていう意味なんだね。でもロシアでは猫だったらサワークリームが好きなイメージ、あと牛乳とか乳製品とかが好きなイメージ、まあ魚もでも好きだけどロシアに鰹節がないからね。次は、あ、これはよく知られてるね。猫に小判、まあそれはよくあることわざだね。猫にどんな価値があるものか、その価値がわからないものにはあげても何も役に立たないっていう意味。あと豚に真珠とか。でも猫って可愛いからね。猫は可愛いからお金あげる。ロシアにも同じようなことわざがあって、カカジェバヤン、あでもちょっと意味が違うか。カジェバヤンっていうのはヤギにアコーディオン、いらないでしょ。猫にも小判はいらないかも。次は猫にまたたび、あ猫はまたたびが好きなイメージで、またたびだとなんか酔っちゃうみたいな、大好物の例え。猫にとってまたたびは好物なんだね。例えば私にポテチが猫にまたたびみたいな。次は猫にもなれば虎にもなる。意味としては相手や状況次第でおとなしくもなればあれあれしくもなる。例えだから相手に合わせるってこと。そっか。でも猫と虎ってなんか同じようなもの同士のような気がするから、あんまり聞いたことない。次は猫の魚自体、内心欲しくて仕方がないのに取り繕っていりませんってことを断る例え。あともう一つの意味で長続きしないこと、猫が大好きな王を辞退するって意味。面白いね。なんか猫想像しちゃうと可愛い。でもこのことわざも聞いたことない。実際は猫の手も借りたい。これはね、これはよくある、よく言われる。だって猫が可愛いから手を借りたいよね。猫の肉球は可愛い。そういう意味じゃない、そういう意味じゃないけど、あの普通に忙しいから猫の手借りたい。そう、私も動画作るときに猫の手を借りたい、可愛いから。きっと猫の動画はみんな見たいでしょうね。次は猫の額、これもよくある。額、おでこ、猫ね、こうなでなでしたくなるよね。そういう意味じゃなくて、狭いことについて。猫の額って狭い、狭いのかな。でもロシアでも同じようなことわざがあって、コットナプラコっていう、猫が泣いたってこと。だから猫が泣いたほど少ない、だからとても少ない時はコットナプラコっていう、猫が泣いた分、猫の涙分だけ、少ない、泣かないから。猫ババ、捨てたものを黙って自分のものをして気を知らぬ顔にしていること。ババ、フンの意味、そういうこと。猫ババって猫のおばあちゃんじゃないの、それとも猫を飼ってるおばさんとか。それも聞いたことないけど、聞いたらきっとそんな例えになる。いやー、猫もシャクシも、シャクシって誰、調べてみよう。え、大きなスプーン。猫もシャクシもどういうこと。区別なくみんなっていうこと。あ、猫もシャクシ聞いたことないけど、きっと猫っていうのをつけたかったんだろうね、可愛いから。はい、こんな感じで日本の猫にまつわることわざです。ロシアにもね、あるから、じゃあ次は、あれ、それやったっけ、猫にまつわるロシアのことわざでもやるから、皆さん知りたいですか。あとこの、まあ、ことわざ実際使われてるかどうか、ものによって使われたり使われてなかったり、なんか使うことあるかどうかはぜひ教えてください。ではご視聴ありがとうございます。